はようございます。おはようございます。1階です。はい、大久さん、おはようございます。上に参ります。はい、おはようございます。はい、いかがでしょうか。電波は少し良くなったでしょうか。はい、なんとか今度は電波良くなりましたね。はい、すいませんでした。治りました。はい、大丈夫、良かったです。おはようございます。もう一度言います。昨日ですね、Facebook でライブがあったと思うんですが、途中で切れてしまったと思います。で、今日はですね、11時と3時から、多分11時3時放送。セスコさん、昨日の放送テイラー氏が出てきたら終わってしまいました。そうなんです。ちょっとですね、不都合がありまして、で、今日の放送ですけど、今日は11時と2時なんですが、Facebook でまたやると思うんですが、で、場合によってはですね、ペリスコープというサイトがあるんです。で、そのペリスコープの、JMMI、ジョシュアメディアミニストリーインターナショナル、ジャフさん、11時です。ごめんなさい、11時ですね。11時と3時ですね、朝11時と午後3時に、ペリスコープというサイト、皆さんまだその知らないかもしれませんが、そのペリスコープっていうのは、そういう放送サイトがあります。そのペリスコープで JMMI という放送サイトですね、そこにぜひ皆さん、行ってください、ごめんなさい、昨日ね、リブト・テイラー氏の、そうそう、あの ヒットさん、ペリスコープ、そうそう、カズさんありました。あ、知ってる。はい、で、その Facebook かペリスコープか、まあ両方か分かりませんが、あ、ハトがですね、たくさん来ました。はい、はい、リュウビさん、おはようございます。ユウさん、そうです、 JMMY じゃなくて I ですね、JMMI のペリスコープで、まず、ペリスコープのアプリがあります。またはパソコンでも見れるかもしれません。そしてその中に JMMI というそういうサイトがあります。チャンネルがあります。そこでですね、か Facebook どっちかです。ごめんなさいね、ちょっとはっきりしないんですが、それで見ていただければですね、今日の10時と、午後3時はですね、デビット・テイラー氏は来ません、午後3時は来ませんが、今日は、午前11時ですね。午前11時にデビッド・テイラー氏の集会が、見れると思います。はい、すいませんでした。昨日は。はい、それではですね、昨日見てらっしゃらないですから、感想はですね、デビッド・テイラー氏の感想はありませんが、その前の放送、その前のことで見た方の感想をしましたね。デビッド・テイラー氏の、ね、デビッド・テイラー氏のメッセージはほとんど聞けなかったかも。それでは
あ、昨日少し見た。はい。ではそこの少し見た感想スタート、少し見た感想スタート。僕も疲れて予定も分からなくなってるんじゃない。そうですね、ゆうさん直前で教えていただけることは可能ですか。今しかちょっと教えられません。ごめんなさい、今しかちょっと教えられません。ちょっと今でしか教えられません。ごめんなさい。ジュダロンさん、台風の接近は日本人への霊的戒めでしょうか。いや、それ分からないですね、祝福なのか呪いなのか、祝福なのか呪いなのか、ちょっと分からないですね。リボンさん、おはようございます。みーちゃんさん、アメリカの時のデビッド・テラシはパワフルでした。アメン。そうですね、アメリカの時のデビッド・テラシはパワフルでした。タカさん、配信開始5分ぐらいから涙が止まりませんでした。アメン。素晴らしい、皆さん素晴らしい証ですよ、配信、5分ぐらいから涙が止まらなかった。油吸いがあったんですね。油吸いがあったんだと思います。同じテーラシでもデトロイトの集会とは全くとはまだ違う感じですか。そうですね、やっぱりまず規模は違いますね。日本だと本当にもう昨日はですね、何人来たでしょうか。昨日日本は数十人ぐらいじゃないでしょうか。アメリカではですね、多い時は500人、ね、アメリカでは500人ぐらい集まってました。日本ではまあ数十人ぐらいですね。旧牧師がすごく生き生きとキラキラしてました。ありがとうございます。アメン。アメン。はい、私がですね、まあ、デビッド・テイラー氏の、まあ、メッセージを聞いた、感想はですね、まあ、まさにですね、今まで言ってきたことと同じです。イエス様がですね、アジアに力を入れる、日本に力を入れる、日本は特に 1% 以下だということですが、しかし神様はその悪魔をこう、まあ、なんて言うんでしょうかね、悪魔を、やっつけて日本を救ってくれる、悪魔から救ってくれるイエス様がもうすぐ日本に来て悪魔から救ってくれる、そういう感じですよね。ですから私たちは今私たちはですね、この信仰で信じる必要があります。あんまりですね、今日はあまり晴れてません、曇ってます、ね、悪魔をぶっ壊すどこで聞いたことあるんです。悪魔をぶっ壊す、ヤギさん、今日は韓国では降伏節、朝鮮が日本の植民地統治から脱し自主独立を取り戻した人言われています。そうですね、今日はですね、今日は終戦の日です。今日は終戦の日ですね。で、それはですね、皆さん、常雄さん、イエス様は日本に祝福を与えてくれると信じます。イエス様は日本に祝福を与えてくれると信じます。アメン。まいちゃん、その慰安婦の日というのは今日のことでしょうか。
その慰安婦の日というのは今日のことでしょうか。ユウさん、昨日のテイラー氏を見て希望に満ち溢れました。昨日のテイラー氏を見て希望に満ち溢れました。ジュルンさん、敗戦記念日はイエス様に感謝すべきでしょうか。はい、これからちょっとですね、メッセージしたいと思います。8月15というのはですね、特別な日なんです。まず一つ言えることはですね、フランシスコ・ザビエルが、鹿児島に着いた時に、日本に初めて上陸する時ですね、8月15日はマリアの昇天日かな。カトリックでは8月15日はマリアの昇天日なんです。で、フランシスコ・ザビエルはですね、その8月15日に鹿児島に着いて、その時にですね、なんとですね、日本を、聖母マリアに捧げると言っちゃったんです。日本を聖母マリアに捧げるとフランシスコ・ザビエルが言いました。それはとんでもないことなんです。とんでもないことですね。カトリックではマリアを、マリアに対する信仰があります。ですから、私たちは日本をイエス様に、捧げ直さなければなりません。皆さん、おはようございます。風で髪の毛が乱れてすみません。私の髪の毛はですね、こういう髪の毛、こういうボサボサの髪の毛。8月15日はそういう意味で、日本がもう一度、フランシスコ・ザビエルが聖母マリアに捧げた日本を、そうではなくてイエス様に捧げ直す日。8月15日は日本を、イエス様に捧げ直す日でありたいと思います。そしてもう一つは、8月15日は、敗戦の日です。日本はアメリカに負けました。しかしそれは霊的にどういう意味でしょうか。霊的にはですね、霊的にはあの戦争は、ね、あの戦争は、ね、結局は天皇崇拝による、天皇の名による戦争でした。あれは日本の侵略戦争、帝国主義による侵略戦争の敗北でした。そういう意味ではですね、霊的に考えると、私たちは偶像崇拝の敗北、天皇崇拝の敗北、偶像崇拝の敗北の日と考えます。つまり偶像崇拝の敗北の日というのは、それは本当の神様、本当の神様を礼拝するべき日というふうに考えます。ですから8月15日、今日はですね、今日の、集会はとても大事ではないかと思います。皆さんもですね、Facebook またはペリスコープでは、JMMI で見てください。ユウさん、兄ちゃん、天皇がイエス様に負けた日ですね。まあそう言っていいでしょう。ユウさん、放送の間中吸い込まれるようでした。すべてに感謝しようは唯一知ってる歌、一緒に歌いました。アーメン。賛美良かったですね。賛美良かったです。賛美のですね、一番右でベースをやってましたけど、ベースを弾いてる人が私の息子ですね。私の息子はベースを弾いてました。
そういうわけで皆さん、今日は8月15日です。今日はなんと、その私たちショーホール中野ゼロホール、ショーホールを使ってるんですけど、その隣がですね、大ホールがあるんですね。以前私たちは大ホールでやってたんですが、今年はショーホールでやってますが、その大ホールではですね、なんとジーザスレインズをやってるんですよ皆さん。ジーザスレインズ、つまりジーザスレインズとデビッド・テイラー集会が同時にやってるんですよね。多くの人は両方出たいんです。多くの人は両方出たいので、困っています。私もですね、両方出たいです。でも私はですね、委員なのでデビッド・テイラーを優先しますが、本当はジーザス・レインズも出たいのですが、残念ながらですね、ジーザス・レインズ、まあ場合によっては夜ちょっとだけ出れるかもしれません。はい、意味があると思います。今日8月15日はね、敗戦の日、デビッド・テイラー集会、ジーザス・レインズ、台風15、この4つがですね、重なっているんです。この4つが重なっています。つまりですね、すごくこう、何か今日は特別な日、昨日のですね、昨日のナイジェリアのデビッドさん、ナイジェリアのデビッドさんが言ってました。時が来た、日本の時が来た。でデビッド・テイラーさんも言ってましたよ。日本の時が来た、日本の時が来た。今日は、日本の時が来たという、日本の時が来たという日ではないでしょうか。8月15日、8月15日、日本の時が来ました。皆さん、期待しましょう。何が起こるか分かりません。神様が見たことがない、聞いたことがないことをされるでしょう。見たことがない、聞いたことがないことが起きるでしょう。何が起きるか分かりません。まあ今日起きるとは言えませんが、まあこれから起きると、これから起きると。しかし今日は特別な日だと、そのように考えましょう。イエス様だけを信じた方がいいよ。私はイエス様だけを信じています、ね、私はイエス様だけを信じています。バス停ですか。ああ、ここはバス、ここはバス停ではないと思うんですが、みーちゃん、二人ともそう言ってるならば本当に日本の出番なんだな、出番なんだな。アメン、アメン。イエス様が全力で日本を変えようとしている、イエス様が全力で日本を変えようとしている。アメン。ゆうさん、きちんと身支度をして待ってます。素晴らしい。きちんと身支度をして待ってる、素晴らしいですね。みねさん、今日も大切な子たちが元気でありますように。節子さん、賛美の時に姉妹と祈っていたら腰が癒されました。アメンは素晴らしい。皆さん、証が来ましたよ。節子さんがですね、賛美の時、放送の賛美の時ですね、祈っていたら腰が癒された。素晴らしい。サミヤさん、おはようございます。あ、路線バス、あ、そうですか。腰が癒された、素晴らしいですね。今日明日もですね、その癒しの
証が出てくるのではないかと期待します。癒しの証が出てくるのではないかと期待します。ですから皆さん、喜びましょう。私たちはもちろんいつでも喜ぶべきです。いつでも喜びなさいと書いてあります。しかし今日は特別に喜びましょう。なぜ終戦の日に喜ぶんだと怒る人がいるかもしれません。私たちは、そのイエス様の勝利が来る日、イエス様の勝利の日と、考えて、偶像崇拝の敗北の日、偶像崇拝の敗北の日、イエス様の勝利の日、イエス様の勝利の日と考えたらいかがでしょうか。カズさん、鼻水が止まりました。素晴らしい。鼻水止まったんですね。素晴らしい。兄ちゃん、イエス様に人生を委ねたら真っ暗だった人生が全て幸せなんだと変わったよ。皆さん、みーちゃんはイエス様に人生を委ねました。イエス様に人生を委ねたら真っ黒人生が、人生が変わりました。真っ暗な人生が変わりました。ジダノさん、よかった。ごめんなさい、みーちゃん、よかったですね。ジダノさん、偶像崇拝は呪われます。偶像崇拝は呪われます。ヤギさん、偶像崇拝は呪われます。理解してください。危ないんです。偶像崇拝によって悪霊が入ってくるんです。偶像崇拝によって呪いが来るんです。ですから私たちはイエス・キリストの集会をします。イエス・キリストを賛美し、イエス・キリストを褒めたたえます。イエス・キリストを礼拝します。そこにですね、素晴らしいことが起きるんです。悪霊を追い出し、聖霊様が来てくださって、悪霊を追い出し、病気が癒され、そして、あらゆるものが回復します。あらゆるものが回復します。はい、それではですね、証し行きましょう。今日の話を聞いて、ああ、そうなんだ、今日は、偶像崇拝の敗北の日なんだ、偶像崇拝の敗北の日なんだ、これから、イエス様の勝利が世に来るんだ、日本の勝利の日が始まる。今日から日本の勝利の日が始まる。日本の悔い改めの日であり、日本の信仰の日であり、日本の勝利の日だと、分かった証、スタート。はい、明かしないでしょうか。
みーちゃん、15日に黙祷することは日本が悔い改めると誓う儀式のことなんだ。あ、みーちゃん、違います、違います。皆さん、今日黙祷しないでください。15日の黙祷は、死者に対する黙祷です。それは、偶像崇拝なんですね。ですから、だからこそ、集会があるんです。11時に、今日11時に、放送があります。それは黙祷ではなくて、本当の神様に礼拝をする。Facebook、ね、Facebook と、ペリスコープの JMMI、そこで11時から、礼拝します。それこそ、8月15日にふさわしいこと、私たちにするべき、素晴らしいことなんです。ゆうさん、改めて日本という日が意味のある日だと、今日という日が意味のある日だと分かりました。これからすごく楽しみで、すごく希望を感じます。そうです。期待しましょう。期待しましょう。桃花さん。イエス様を信仰すると体が癒され、病気が治ると信じ、祈っていたら本当に喘息が癒されました。感謝します。皆さん、節子さんは、腰が治りましたけど、桃花さんは、喘息が治りました。桃花さんは喘息が治りました。素晴らしいです。クリスチャンはですね、この時期は墓参りしないでください。この時期はお盆ですから、お盆の時に墓参り行かないでください。それは、死者崇拝、先祖崇拝になってしまいます。私たちはあくまでも私たちは、イエス様だけに祈ります。イエス様だけに祈ります。墓参り行ったとしても先祖に祈らないでください。イエス様に祈ってください。黙祷しないでくださいね。今日は黙祷しないでください。黙祷は死んだ人に対する祈りです。それが偶像崇拝ですね。それが偶像崇拝です。それが偶像崇拝です。それではファイナルメッセージします。皆さん、日本の問題点は偶像崇拝なんですね。日本だけじゃありません。人類の問題点は偶像崇拝です。その偶像崇拝に対して正しいのはイエス様を礼拝することです。ですから霊的戦いというのは偶像崇拝とイエス様崇拝の戦いなんです。ですから今日は多くの人が黙祷するでしょう。8月15日、多くの人は、戦争で亡くなった方々の黙祷をするでしょう。しかしそれこそ偶像崇拝なんですね。なかなか日本人として理解が難しいです。日本人として理解が難しいですが、ぜひ皆さんは理解してください。皆さんは理解してくださいね。皆さんは理解しましょうね。皆さんは理解しましょう。皆さんは理解しましょう。何を理解するか、つまり日本の問題点は偶像崇拝で、
私たちはそれを悔い改めて、まず偶像崇拝をやめることです。偶像崇拝をやめることです。偶像崇拝をやめてイエス様だけを礼拝する、イエス様だけを礼拝する。ぜひ皆さんそれを理解してください。エミさんおはようございます。ですから今日の11時から Facebook かペリスコープの JMMI ペリスコープの JMMI というチャンネルを見てください。そして一緒にイエス様を礼拝しましょう。一緒にイエス様を礼拝するのです。一緒にイエス様を礼拝しましょう。一緒にイエス様を礼拝しましょう。一緒にイエス様を礼拝しましょう。はい、それじゃあですね、今日の放送を見て、そうなんだ、日本の問題点、人類の問題点は偶像崇拝なんだ、私はもう黙祷しない、先祖崇拝しない、墓参りで、先祖を拝まない、偶像崇拝やめない、お金を偶像としない、自分を偶像としない、あらゆる偶像を捨てる、あらゆる偶像を捨ててイエス様だけについていく、イエス様だけを崇めていこうと、そのように思う方アメン、アメン、そのように思う方アメン。アメン。みーちゃん、イエス様がよくしてくれます、期待しています。節子さん、アメン。天のお父様、今日は8月15日です。今日は終戦の日です。日本は天皇崇拝によって傲慢になり、アジアの人たちを苦しめ、またアメリカに戦争を仕掛けてしまいました。その結果、日本は、焼け野原になり、そして原爆を受けてしまいました。しかしそれは、日本から出たことです。日本の侵略戦争、日本が、傲慢になり日本が、高ぶって、戦争をしてしまって他国を侵略した。その結果日本は焼け野原になりました。イエス様どうぞ、その偶像崇拝が日本の罪だということを多くの人は知りません。日本はまだ戦争にも負けたにもかかわらず、まだ偶像崇拝を続けています。本来はその戦争を通して偶像崇拝を悔い改めるべき、偶像崇拝をやめるべきなのに、まだ偶像崇拝を続けています。どうぞイエス様、彼らが、その罪に気がつきますよ。日本のずっと続けてきた先祖崇拝、日本が続けてきた天皇崇拝、どうぞイエス様、日本にその偶像崇拝を理解し、それを悔い改める働きが起きますよ。今日は8月15日、敗戦の日です。この日こそ日本が悔い改めて、偶像崇拝をやめる日、イエス様を信じる日となりますように。
日となりますように。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて、イエス様を信じて新しい人生、癒される人生始まりますように、始まりますように。イエス様お願いします。日本を救ってください。あなたは日本を愛しています。日本はあなたのものです。日本はあなたのものです。日本を救ってください。日本を救ってください。日本を救ってください。午前11時に集会をします。どうぞ多くの人が放送を見て一緒にイエス様を礼拝しますように。一緒にイエス様を礼拝しますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。それじゃあですね、Facebook はジョイアロマ、ジョイアロマ、JOYAROMA というチャンネルで放送します。またペリスコープはペリスコープというサイトがあります。そこでは JMMI というチャンネルで放送すると思います。まあちょっと片方だけかもしれませんし、どっちかでやってると思います。それじゃあ皆さん、放送でお会いしましょう。放送でお会いしましょう。シャローム。今日は特別な日です。特別な思いを持って過ごしてください。特別な思いを持って過ごしてください。日本を取りなす思いで過ごしてください。シャローム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 。